辛い4ヶ月を乗り越えた岸優太が見せた新しい一面。涙の裏側とは、渋谷が熱狂。ガ優太、翔くん、神くんの再会で見せた感動の瞬間。岸優太の遺跡とその後の変化についての話題は、ファンの間で大いに盛り上がっています。彼が戸部に遺跡した後、どのように変わったのか、そして彼の仲間との関係はどうなっているのかについて、 たくさんの興味深いエピソードがあります岸君は本当に多くの人々に愛されている人物で特に彼の人柄やプロフェッショナリズムが際立っています彼が映画の宣伝のためにテレビに出演していた4ヶ月間は共演者や視聴者からの評価も非常に高く視聴率も彼の存在のおかげで良かったと聞いています普通の人ならこのような状況は非常に厳しいものですが岸君にとっては その人柄のおかげで、逆に多くの人々から惜しまれる存在となり、引っ張りだこだったのではないかと思います。戸部に移籍してからの岸くんは、本当に楽しそうに見えます。辛い4ヶ月を乗り越えて新しい環境に来た彼の姿は、ファンにとっても感動的です。また、同じく戸部に移籍したリコちゃんも、以前の職場よりも楽しく仕事ができているようで、こちらも嬉しい限りです。 最近は、忙しい生活の中でなかなかゆっくりと過ごす時間が取れないこともありますが、あの4ヶ月間のことを忘れないでほしいです。キンプリのメンバーがいない事務所に残り続けることは、非常に厳しい経験だったことでしょう。しかし、庭ラジオで長ちゃんがサプライズ計画を立てて3人揃って出演したときは、本当に感激しました。逆サプライズのような展開になり、大爆笑したその瞬間も、 岸くんたちの絆の強さを感じることができました。岸くんが戸部に移籍するまでの過程は、本当にハラハラしましたが、三人が合流した日は本当に嬉しいものでした。岸くんも翔くん、神宮寺くん、彼が来てから非常に楽しそうで、見ている私たちも楽しい気持ちになります。渋谷の街が翔くん、ナンバーアンダーライン愛、金プリで溢れている様子を見ると、まるで五人が一緒にいるような感覚になります。 いいつも楽ししく拝見しています。ナンバーアンダーラインアイの情報がとても嬉しいですし、これからも仲良くいっぱい配信をお願いしたいです。岸くんは本当はジャニーズから世界に行きたかったのだと思います。もちろん脱退や対所はしたくなかったでしょう。ジャニーズのアイドルとしてのプライドを持ち続けていましたが、それでも今が幸せならそれで良いのだと思います。 あの4ヶ月間の岸くんは板踊り自粛見えましたが、ファンとしては彼が飛べで笑顔を取り戻して、天然な一面を見せてくれるのが本当に嬉しいです。東京ドームでの挨拶時の岸くんの表情は、本当にびっくりするくらい違っていて、スタイリングも完璧で、まるで別人のようにかっこよく見えました。こういう岸くんが見たかった。というファンの声も多く、ジグヒラの表情を見るだけでも、 滝沢社長への感謝の気持ちが溢れてきます。岸くんが飛べに来るまでの間、心を許せたのは佐藤勝利くんと相葉ちゃんだけだったかもしれません。三人揃った今、岸くんは本当に心から楽しんでいる様子が見て取れます。ナンバーアンダーライン愛のためにがむしゃらに頑張る姿は、まさに本来の岸くんの姿だと思います。旧事務所での辛い経験があったからこそ、 今の彼はさらに輝いて見えるのかもしれません。これからも華々しい未来が待っていることでしょう。多くの人々が岸君を応援し、彼の才能を評価してくれていることが、本当に嬉しいです。岸君が幸せであること、それがファンにとって何よりも大切なことです。彼は本当にみんなから愛される人物であり、その存在が周囲の人々をワクワクさせてくれます。 岸くんが番組で何をやりたいのかと聞かれても、冷静に受け答えしている姿を見て、ファンとしては辛い気持ちになることもありましたが、今は彼のかわいい笑顔を見て安心しています。17日の配信も楽しみにしています。毛でタオルやペンライト、うちわを持って参加する予定です。リコちゃんやさなえちゃん、岸くんのこと本当にありがとうございます。5月21日か22日から9月末まで、 アウェイの事務所に一人残り、最後までソロのお仕事をこなした岸くん、その姿は本当にかっこよかったです。辛い脱退と退所発表からの4ヶ月間、優しさと強さを兼ね備えた勢いを見せてくれた彼には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。好条件を出されても絶対に翻らなかった岸くん、その男らしさに泣けます。金プリ脱退から事務所退所まで、プロ根性で乗り越えた彼の姿に、 ファンとしては本当に感動しました。映画の舞台挨拶の映像を見たとき、久しぶりに心から嬉しそうな顔を見せてくれた岸くん、その笑顔をまた見ることができて、本当に嬉しかったです。信頼する翔くん、大好きな神くんと再び一緒に仕事ができるようになり、のびのびと楽しんでいる様子を見ていると、ファンとしても安心します。岸くんを養子にしたいというファンの声もあり、 それほどまでに彼のことを愛している人が多いのです。岸くんが心変わりせずに、戸部に移籍してくれて本当にありがとうございます。彼は絶対に翔君を支えてくれる存在だと信じています。これからも三人で明るい未来を突き進んでください。ナンバーアンダーライン愛発の心のこもった CD、ありがとうございます。これから先、納得のいく人生を歩んでください。 ナンバーアンダーライン愛の三人の楽しそうな笑顔を見ることができるのは本当にありがたいことです。辛い時は私たちファンに頼ってください。これからも一生懸命応援していきます。G メンの時、岸くんはメンバーに誘われても飲みに行かなかったと言っていましたが、それはきっといろいろなことを聞かれるのを避けるためだったのでしょう。でも、二人が退所した後も彼だけを引き止めていたという事実は、 ジャニーズにとっても彼が必要な存在だったということです。普通ならそこまでしないでしょうから、それだけ彼が愛されていたのだと思います。ジャニーズを辞めた後も、総集編に長く映してくれたり、ダッシュで声だけでも聞こえるようにしてくれたり、テレビ局側の愛を感じました。今、岸くんが幸せそうでとても嬉しいです。一人で頑張っていた時 こちらもずっと気を飛ばして彼を守らなければと感じていましたいつも祈るような気持ちで見守っていましたが今はインライやラジオでの岸くんのリラックスした姿を見ることができて本当に安心しています彼がいっぱい食べて笑ってよく寝ることを願っています戸辺で大切にしてもらえていることに感謝し岸くんの礼儀正しさや嬉しそうな様子を見てファンとしても本当に嬉しいです 岸くんが戸部に移籍してからの変化について、これまで述べてきたように、彼のプロフェッショナリズムや人柄が多くの人々に影響を与えていることがは